岩永ひろみくん、江藤誠一くん、陽介くん、中川雅治くん、福田康夫くんが当選者と決定いたしました。ただいまの自民党は大きな困難に立ち向かっております。まずこの自民党の再生を期すことを私は懸命にやってまいりたいと思います。そして国民の信頼を取り返し、着実に政策を実行する、そういう政党に生まれ変わりたいと、このように思っております。万歳万歳万歳。ありがとうございました。結局今までなんか最近の流れで若いリーダーをみたいなことを言ってたんですけど、結局また福田さんのになって、あの年が上がっちゃって、やっぱりリーダーシップ取るのにはやっぱり安倍さんよりはっていうところ、福田さんの方がいいのかなってところは、まあ、ちょっと期待はしますね。自衛隊の引導での救助活動、これを継続新法であれば、まあ、仮に10月、11月1日にその成立していなくても、新法で議論している限りは続くんだという、そういう可能性が出てくる。ですから、まあ、新法は国際社会に対して、日本は継続する意思があるということを表明する形になりますから、まあ、それはそれで、そういう意味合いとしては、意味があることだというふうに思ってますね。で、まあ、国際社会に対してそういうメッセージを送り続けていないと、そういう意思を、ね、表明していないとですね、まあ、日本はあの活動から抜けたんだというように誤解を受ける可能性がありますね。まあ、その場合党内からは大連立、また父上、日本でそういうことがあるということについて、私は正直言って、そう自分自身が関わってそういうふうにはしたくないというように思ってました。実はね、会中なので、大きく自分に入れ替えることは難しいました。ありがとうございました。